始まりをつけた笛の音が桁角度と遠くスタジアム人けりにかける想いを胸に目指すは次のステージ燃え盛る真紅の炎が大地に根を張る新緑と混じり合い起こす化学反応扉はもう開かれた諦めたりはしない走り続ける未来今こそ揺らせ揺らせゴール行く手阻むものは蹴散らせ誰にも邪魔はさせない掴め栄冠何度も強く握る光指の隙間からこぼれた一人じゃ無理なことでも一つになれたら We are United目の前を塞いだ荒波立ち向かい乗り越えてみせる黒潮の鰹はしぶき上げて君に勝利を届ける俺らはいつだって挑戦者風当たり強くて当選さどんな逆境さえも味方に変える力を持ってる転びそうな時でも差し伸べるよビーチを走れ走れコーチ縦横無尽に翼広げて辛い時でも笑顔忘れず俺たちじゃなきゃ見れない景色きっと手を伸ばした先にあるから焦らないで1362人の方々に来てもらってサッカーのスタジアムっていう雰囲気を作ってくれた皆さんに本当に感謝したいと思います。その中でもサッカーの方に関しては前回も1人少なくなったんですけど今回は前半から、一発退場者が出てしまってそこからまずどうしていくかっていう部分を考えて最終的に選手が本当に頑張ってくれたなと負ける内容1人が少ない難しい状況の中をしっかり後半を追いついて
その中でもやっぱりしっかりもう1点取りに行こうという姿勢をみんなが見せてくれた、交代選手も含めて最後まで諦めなかったっていう姿勢を見せてくれたってことに本当に感謝して、次の試合につなげたいと思います。まあ、相手のちょっとプレッシャーというか、中盤に4枚並んでる状況を、まあ、ちょっと受けてしまったかな。ボールをもう少し丁寧につないだら 2,3 列目間はすごく空いてくるなと思ってて、岡田大輔と樋口翔のところで時間とスペースを作りたかった、プラスそこにボランチがもう1枚絡んでいくと相手は嫌がったかなという部分と、背後をちょっとつくシーンが少なかったんで、そういう部分でちょっと相手が出てくれたところのひっくり返しっていう部分では、途中で飲水の前からずっと言ってたんですけど、なかなかちょっとそこは見れなくて、相手のプレスもちょっともろに、受けてしまったなと思います。サッカーって難しいもんで、11対11の時はなかなかこう人もボールも動かない状況が多い中で、やっぱ1人少なくなったから、なんかみんな頑張ろうっていう部分はすごく出たのかなっていう部分と、その、まあ、最初者出た選手を助けてあげられる運動量っていう部分を選手がみんなが心の中に持ってプレーしてくれたなっていうところは、それが一人少なく見えなかったなっていうところなのかなと思いますし、高知ユナイテッドのサッカー13人14人見えるサッカーなんで、逆に言えばもう一人二人多いようなサッカーが見せられたらなと思います。We love, we love, 勝利の数を